ことせんやん、男は。男はそんな逃げてたな。関係あるよ。男は子供産まないんだから、いいんだよ。だって妊娠の時、だって妊娠中じゃあまり薬飲んではいけませんみたいな。何でございますか？これにかけられる。何をかけるんだ。あれをかけちゃうじゃん。一応ドレッシングかけてるんだけど、処理の方が良かった。これの方が良かった。じゃあこれつけてた。一応ドレッシングかかってるから試したらそれかけて。カルパッチョとグラタン、何料理ですかこれ。イタリア、フランス。大体カルパッチョっていうのは牛肉なんてね、もともとスペインみたいな。あ、これこぼえた。洗わなきゃ。洗ってますかこれ。洗わにゃこれ。笑い。しかできんからね。別できねえって。大きいやつで。僕の部屋の暖房ってあのあれにダニが湧いてるかもしれない。ダニの空気が。うん、ダニの空気が。あれ掃除せねえかね。掃除せねえけど。つうかちょっと壊れてるんだけど。壊れちゃう？あったかくならない。もう買い替えねえみたいな。うん、十何年ぶりだ。安くていいのが出ちゃうから買い替えてやろうか。うん、いやそれよりデロンギでもいい。えデロンギ買い替えんでいい。いや危ないデロンギ。あんたデロンギいいよ。だけどあの温風のやつ油だから。いやあれデロンギ危なくないよ。その前なんとの部屋掃除せん。あのエアコンの基板がもったいないから。もう全部捨ててすっきりした家なんか。やめ、そういうもったいないこと。いいや、もったいなくないな。捨てるのは一瞬なんだからね。絶対捨ててくれ。髪切れ一枚。あんたどうせゴミ屋敷に住むつもり将来。ゴミ屋敷になるよ、あんた。永遠に広いお屋敷だったりだけど、狭い家にそんなあんた、いらないもの捨ててくださいよ。もうずーっと捨てていかすから、あんた。ゴミ屋敷になってるよ。小さい時の着物からなんから全部取っちゃってごらん。学用品からなんから教科書から。もったいなかったな。これあの、もうあんたはもうゴミ屋敷より分か。あ、お茶がもう。そういう捨てられない。今断捨離って言ってね、そういうのね。もうダメダメ、断捨離なんかダメ。もうそして新しいもの取り入れていかねえかね。古いものやったら埋まっちゃったら進歩がない。教育の場合はするけど、この以外は。教育目的ではあるんですけど。
これ洗っといてちょっとこぼれたから。言われなくても洗います。だって洗ってなかったって言ったじゃん。汚れてなかったから。今日はこれを混ぜましょう。お茶が飲みたくてしょうがない。あー、これたまにこれ外れるから嫌なの。動かすと外れるんだよ。安全のためなの。スポット、観光スポットだよ。もう福島の第一原発、今日東工大の人たちが言ってたけど、疲れるよ。求人ジャーナルをいつも置いてるから。筋トレばっかりして。長時間筋トレ。